今回はなんとスペシャルゲストをお招きして恋愛トークを繰り広げていこうと思います。はーい、3時のヒロインのゆめちよ。友達期間のうちに好きってなってやっぱ言っちゃうから、そんな目で見てないぜまだっていう。うわ、めっちゃわかりますそれ。結構ありますね。ありがとうございます。めっちゃ長い、急に。本当の長い。カクタスの私の新曲ですね。歌詞でコーヒーなんか飲めないくせに背伸びして飲んでたあの日みぼんというフレーズがありますが、好きな人に服装や音楽、食べ物の好みなど影響される方ですか？されますされます。めちゃくちゃされます。されます。私もされます。結構なんですかね、今まで付き合ってた彼がこう服装がすごい私は影響されます。急にワンピースなんか着たりして、全然普段私あの結構あのパンツ、パンツスタイルで結構動きやすさ重視なんですけど、もう彼氏ができた途端でございますよ。急にワンピースなんか着ちゃったりして、周りにやっぱ気づかれます。気づかれます。すぐ言われます。あの彼氏できたって。できましたね。絶対よ。そうですそうですそうですなっちゃいます。私本当にこれあるあるだとは思うんですけど、はい、音楽影響されません？わかります。聞いてるやつ聞きますよね。フォルダがもう彼氏の好きな音楽でいっぱいになります。彼氏といない時もそれ聞いて、彼氏といる時は思い出すというか。そうですそうです。かる。だからその曲聴いたら別れた後でも思い出しますよね。 それが地獄なんです。地獄のうもう忘れられない時の地獄、地獄の音楽になってしまうっていう。これはってなりますもんね。あ、街中で流れた、うお、流れている、うわみたいな感じになっちゃうんですけど、でもまあ、それがこう歌詞になって よかったです。共感してくれる人がいるので、ね、もしかしたら他にも。めちゃくちゃ私はもうその歌詞めっちゃ共感してて。本当ですか？私も本当コーヒーとか飲め、もうザこの歌詞なんですけど、え、本当ですか？コーヒー飲めないのにちょっと年上の彼氏さん、はい、それこそ結婚しようかなって思ってた人が、はいはいはい、あの21歳の時に28歳ぐらいの方で、ちょうどいいですね。その時ですね、ちょうどいい年の差で、ちょうどいいですよね、はい、キャリーパミュパミュさんが、はい、なんかそのすごいブレイクされてる時だったんですよ、はいはい、で私もその原宿系になってたんですけど、はい、その彼が野田洋次郎さんみたいな、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんみたいな、その黒いハットにシンプルな感じで、はい、もうなんかもう黒白みたいなもうスーンっていうシックな服装だったんで、はい、こんなふわふわで歩けないなと思って、速攻髪の毛も真っ黒にして、でもう本当に服装も今まではミニスカートに白タイツとか入ったんですけど、はいはい、可愛いですけどね、はい、真っ黒のワンピースとか。いや、真っ黒のイメージ今でもないですもん。着ないですね本当にあの時だけ。あ、そう。いや、でも絶大ですね。恋愛の力ってもう人を変えますよね。人変わりますよねもう意味わからんぐらい唾でかいハットとかかぶってました帽子とかかぶったこともないのに。これキャキャああ、こんな男はやめとけって思う男はこういう話大好きいや、これもいっぱいいるでしょうね。ポン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 出てきますね。本当に私も、はい、そういう男にハマっちゃうんですけど、猫のような男性というか、気まぐれで連絡してくる人みたいな、はい、きっと都合よく使われてんだろうなって分かってるんですけど、行っちゃうの、呼ばれたら行っちゃうの私そういう男はね、やっぱいろんな、その私だけじゃないんですよきっと遊んでる人って。でそういう人にやっぱ恋して失恋するって、いや俺付き合うとかないからっていうか、一人に選べないからみたいな人がいるんですけど。いるんですよね、信じられないことに。そういう人がでもハマっちゃうんですよ。ちょっと多分でもちょっと多分似てると思います、ね、私高校生の時ダメ男発見期って言われてたんです。私もダメ男製造期って言われてました一緒一緒良くないですよね。良くないって分かってるんだけど、その時間すらもいいんですよね。そうなんです、振り回されてるけど、でもその時間は彼を私のものというか、
やばいですよね、女って。本当に男もやばいですけど、女もやばいです、ね、女も女ですよね。女も女ですけど、あんまりね、そのベタベタされるのも多分、はい、あんまり良くないし、かといってもツンツンツンってされたらそこまで追っかけるなんか心もないから、程よく、あれ、あれ、なんか私のことをもう忘れてんのかなって思った頃に、え、何してんのとか来たら、はぁはぁってなりますよね。なります。いるいる、ここです。行こう行こうってなる。じゃあちょっと最後の、はい、あ、最後の私が鳥を飾らせていただきますので、お願いします。てれん、なんでしょうか。これがラストになります。あ、いいじゃんいいじゃん。はい、行きます。はい、これまでで一番キュンとした思い出は何ですか。あー、甘酸っぱい。はい、いいですね。キュンか。ここ最近、近年でキュンとしたことは、はい、私、トットの桑原さんっていう、あのトットさんって芸人さんの桑原さんがめちゃいもう好きやった時期やったんですよ。その普通に先輩としても好きですけど、はい、男として見てる時がありまして。あのー、恥ずかしい、めっちゃ私が顔上がってる。はいはいはい、はい、それも本当数年前なんですけど、はいはい、あのその時に、まあ、私がすごいグイグイ LINE とか聞いて、はい、ご飯行きましょう行きましょうって言ってたら、はいはい、3人でとりあえず2人はちょっとあれだから、はいはい、ちょっとあの後輩呼ぶわって言われて、あのミッキーの亜生さんと、はい、私も仲良かったんで、亜生、はい、呼ぶわって言われて、亜生、はい、さんと桑原さんと私でご飯を食べようってなって、はい、じゃあここに来てなって言われて行ったら、はい、まずめちゃくちゃもう高級な隠れ家フレンチみたいな、うわだおしゃれ、貸し切りで一軒家みたいな感じで、はい、2階に行ったらお部屋みたいな、テーブルペアみたいになってて、はいはいはい、でまずそこで、え、後輩とご飯食べるのにこんないいとこ選ぶと思って、はいはいはい、めちゃくちゃ、いや、かっこいいなと思って。なりますね、それは。でその時に私が、あの、その桑原さんっていう方はワインのソムリエの資格を取られたから、そのちょうど私山梨にロケ行った時に、はい、その山梨ってブドウの名産地だから、すごいワインの工房にロケでたまたま行ったんですよ。その時に3本ぐらい、なんかいいやつと新しいやつと、なんか私の好きなワインみたいなのを合わせて、あの、ちょっと今日ロケでワイン買ったんで持っていきますねって言って、分かった、ありがとうって言って持ってって渡したんですよ。そしたら、うわ、ほんまありがとなって言って、俺からもプレゼントあんねんって言われて、なに、なんで、え、なんでって感じじゃないですか。ありますよね、それは。なになにってなっちゃいますよ。そしたら、あの、なんかこういうこんぐらいの紙袋みたいなのに入ってて、ちょっと全然大したものちゃうけどごめんなって言われて渡されたのが、なんかうさぎさんかなんかのキャラクターみたいなが入ってるハンカチをもらったんですよ。かわいい。すごい可愛いと思って、普段ハンカチとか持たずにそのティッシュとかに手を拭くタイプだったんで、私もです、はい、なんかそのハンカチ持ってないから、ハンカチを持てるような上品な女性になってほしいのかなと思って、そこからすごい毎日持ってるんですけど、やっぱその私がもう本当に気があるプレゼントを渡した時に、何気ない、あ、俺もプレゼントあるでって言われた時にすごいキュンってきました。いや、それはなっちゃいますよね。だってそんなお返し来ると思わないです。思わないですね。うわー、もう高3もうお手上げです。やだー、それキュンキュンしますね。でも、もうまだ場所がもう完全にもうキュンとしてくださいって言われてるような感じですもんね。そうなんですよ。亜生さんだけ気まずそうでした。気まずい、それは気まずいですね。俺はっていう感じ。ないないみたいな。それは気まずいです、確かに。それに比べてなんかちょっとすっごい子供っぽい感じにはなっちゃうんですけど。全然。なんか私はグループ通話をしていた時、何人、女の子と男の子何人か、はい、でグループ通話してた時に、私の気になってる人と裏で LINE とかするのがすごい好きで、めっちゃいいじゃないですか。なんか、ね、聞いてた今のわらわらみたいな、2人なんかみんなで、みんなが聞こえるのをずっと電話してる状態だけど、裏で実は2人だけで LINE してるみたいな。やばい。
超楽しいじゃんみたいな。それもうなんか特別なね、秘密の時間というか、誰にもバレない。この既読の感じとか、ずっと既読すぐつくから、ずっと私の LINE 開いてくれてるんだ。そんな、そんな好きになるに決まってるやろ。それもそうか、付き合ってない状態。そう、付き合ってない状態でグループ通話してて、で、みたいな感じ。やばくないですか。それはもうキュン。キュン。ここにたくさん ね、質問がありますが、これにて、はい、うわ、名残惜しいですけど、これにて今回のね、この恋愛トークはね、そろそろおしまい。もしよかったらまたぜひ、ぜひまた残りのやつもお願いします。ちょっと残ってるんで、ありがとうございます。ぜひまたよろしくお願いします。お願いします。で、あの、はい、まあ、私の SNS とかも、はい、ゆめっちさんね、SNS ぜひ我々の SNS もチェックしてくれたら見て、嬉しいです。はい、はい、ということで今回は本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。